ットも海です。今日も恋人ロール続きからやっていこうと思います。では早速やっていきましょう。前回は3日目まで終わってるんだよね。だけどまだ恋愛的に進展してない感じだったよね。あんま恋愛感情芽生えてる感じではなかった。ではデイ4から見ていきましょう。あと4日しかないけどね。4,5,6,7、恋愛感情この間にいつどういう風に、芽生えていくんだろう。あ、そういえば前回あれか、夜に雷かなんか鳴ってて、レンがちょっと怖がってたところで終わってたよね。レン、朝だぞ。レン、すごい顔してるけど、大丈夫か？これ雨の音かな？なんかちょっとさーって言ってるの。頭痛い。あー、低気圧の影響？大丈夫か？昨日言っただろ、気圧低いと頭痛くなるんだよ。ああ、どうする？飯食えるか？薬はあるか？薬、クローゼットの右上に薬箱があります。あ、ちゃんとそういうね、緊急セットあるんだ。あ、どうも。まあ、ちゃんとしてるね。ちゃんとしないとダメか。色川さん、実験継続が難しければいつでも申し出てください。あ、でもここもちゃんとしてるね。うるさい。頭痛薬あったけど、先に何か食べた方が良くないか？食欲ない。ちょっとでも食べた方がいいって、なんか取ってくる。あ、ちょっとムキになってる。おかゆかなんか作ってくれるかな？あ、冷凍庫にゼリーあった。これならいけるか？うん。よかった。食えるだけでいいからな。あ、水も取ってこないとな。優しい。はぁ、すごい風だな。テレビでは午前中には通り過ぎるって言ってたけど、はい、水。薬飲んだら楽になるまで寝てたらいいよ。俺、リビングの方に行っているから。待って、あ、そばにいてほしいのかな？レン？行かなくていい。うわ、ちょっと、なんかフラグ立ったね。え？ここ座って。出れた、レンが。ん？間違った。これか。あ、スクリーンじゃない。あ、間違った。あ、これだ。クローズだ。またグダグダなっちゃった。ちょっと、膝枕してる。ここに枕あるのに、わざわざ日比谷の枕。うわ、ちょっと、レン。どうした急に甘えて。かわいいよ。レン、どうした急に。うるさい。頭に響くから静かにして。あ、はい。寝てる？あ、これ、動けない。地味にそれね、足痛くなってくるやつじゃん。うわー！いいね、急に、なんか進展したよ。ん？日比谷さん？寝てる？日比谷さん。座ったまま寝てるの？さっきの体勢のまま。きつそう。そういえば、寝顔、明るいところで初めて見れたな。うわ！うえ！ちょ！口開いてる。なに、レン？柔らかい。待って、レン、なんか、どうした？めっちゃ日比谷のこと好きみたいな感じじゃない？寝顔見てさ、微笑んで。すー、はあ、ビビった。いや、違うだろ。何やってんだ、俺。あー、ダメだ。まずい。これはまずい。顔洗おう。おー！なんかフラグ立ってますね。とんでもなく、うわー、ちょっと、いい。とんでもなくフラグが立ってる。いやー、気になりますね、これは。まあ、行くか。そのまま13時21分。え？どういうこと？レンは、結構前からもしかして、日比谷のこと好きだったりする？なんか明るいね、部屋で、やっと寝顔見れた、みたいなこと言ってたじゃん。ん？寝すぎた！おー、おはよう。レン、頭痛は収まったのか？だいぶ落ち着いた。あと腹減った。昼飯食ってないの？先に食うか起こすかしてくれてよかったのに。めんどくさい。なんだそりゃ。まあいい。なんか作るよ。確かそうめんがあったからそれでいいか？うん。おう、すぐ作るから待ってな。いいね、そうめん。この暑い日にはそうめんうまいよ。そういやお前、そうめんとか食べたことあんの？あ、あるよ。なんで？いやー、金持ちのボンボンがそうめん食うってあんま想像できなくて。食べ方わかるか？金持ちってそうめん食べたことないの？人をなんだと思ってんだよ。まあまあ、あ、ネギいる？生姜は？
辛いからいらない、うわ辛いからいらない、かわいい。変色目、生姜の辛さも嫌なんだ。朝のことだけど、お頭痛でへたってたことか。まあ、うん、なんていうか、うん、ありがとう。いいよいいよいいよ、素直になってきてるね。おう薬とかそのいろいろちゃんとお礼言えるの偉いね。あー気にすんなよ、ああいうの慣れてるし。慣れてる？妹が一人いてな、小さい頃は体が弱くてよく面倒見てやったんだよ。妹、体調悪いと心細くなるもんな、わかるわかる。急に甘えてきてびっくりしたけど、ま、今は恋人同士だもんな、気にしてないぞ。いやいい彼氏やわ日比谷、それを忘れてほしいんだけど。いやいや、どんどん甘えていいんだぜ、膝枕でも腕枕でも何でもしてやる。そういうことを簡単に言うんじゃない。なんだよ怒んなよ。はぁ、あ、何のため息だよ。いい感じになってきてるね、マジ前回から急にもうラブラブになってる。うるさいバカ。なんで罵倒されたの。日比谷はまだ全然気づいてない感じだけど、レンは何かに気づいている。確実にレンは恋愛感情に気づいている。レンだけに、はい。あ、夜になった。変な時間に寝て全然眠くない。別に早寝早起きの義務はないだろ、前から思ってたけど就寝時間早すぎ。俺は朝方だからな、早寝早起きは健康の基本だ。偉い、ご立派なことで。本当は早朝ジョギングとかしたいんだけどな、ずっと引きこもりで体なまりそう。まあ、あれか、役者志望なんだったっけ、俳優さんだもんね。体なまったらダメなわけ。まあ体が資本だしな、太ったりもしたくな。ああいや、まだ言ってないのか。なーに、なんでもない。まあ今日一日くらいいいだろ、テレビでも見るか。あ、なんかレンちょっと感づいてる。そういえば今日やってないけどいいのか。あ、ハグやってない。なんか忘れたっけ。いや、あんたが決めたことだろ。ん、1日1回。ああ、恋人らしいことをやるってやつか。いやー、でも今日しただろ、もう。え？何を？ああ、確かに。でも、ハグしてない。ハグも一日一回。膝枕、あれで十分だと思ったけど。全然足りない。あれは脳幹だろ。治療行為だし。そうだったの？でもなんかレンの方がさ、ラブラブなことしたがってない？まあいいけど、ほら。ほらって何？いや、お前から来いよ。言い出しっぺだろ。え、レンから行ったね。おお、本当に来た。よしよし、かわいいかわいい。何言ってんだ。いや、なんか野良猫を手なずけたみたいでな。あだだだだだだ、背骨折れる。今の俺はペットですか。違います、ごめんなさい。痛い。うわー、いいね。はぁ、しんどい。しんどいって言いながら、したかったんでしょ？ん？まだ体調悪いのか？薬飲んどくか？いらん、もう寝る。なんだよ。行っちゃった。おやすみ。もう可愛すぎる。劇場にて公演決定、チケットのお申し込みは？ちょっと読んどくか。カバンカバン。あ、起きてる、まだ。日比谷さん、うわ、まだ寝てないんすか。何それ。なんでもない。いや、何か読んでたでしょ。手紙元かな。あ、ちょっと不機嫌になってるね。違う、台本だ。台本、しまった。台本って何の。誘導尋問に引っかかった。別に誘導尋問してるわけじゃないけど。いや、誘導尋問でも何でもないから。何の台本だよ、この実験のか。違う、オーディション用の台本。オーディション？舞台のオーディションが来週あるんだよ。へえ、舞台って役者さんなんだ。笑うなよ。いや、笑ってねえよ。すごいじゃん、役者とか舞台中心でやってんの。まあ一応名前のある役は数えるほどだけど。ふん、ファンとかいるの。いや、そこまでじゃないし。いないことないだろ。なんで怒ってんだよ。まあ女の子から差し入れもらったり多少は。なんかレン、めっち
也のこと好きじゃない？ふーん、どれくらい？もういいだろ、さっさと寝るぞ。以降翌日朝まで突筆すべき会話はなし。はい。4日目の映像記録は以上。就寝前に被験者にヒアリング調査済み、はいはい、メッセージログを参照のこと。ふーん、マジでこの4日目で急にレンのデレが最強に見え始めている。なんだなんだ？じゃあインタビュー見るか。はい。二人結構仲良くなってるよね。しかも、いい感じにめちゃめちゃ打ち解けてる。やあ、どんな調子？いい感じです。お、日比谷もいい感じって言ってる。お、進展かな？結構手なずけたと思うんですよね。まあ、向こうからハグされたしね。レンのこと。動物か何かかな？朝から体調不良で不安でしたけど。そうだね、あの子低気圧に弱いから。詳しいですね。まあね。なぜ誇らしげに。まあとにかく弱ってると切って結構素が出ますよね。そうだね。あ、素はさ、あえて甘えたがりさんなんだね、レンは。かわいいね。あれがあいつの素なら見かけより甘えたなのかもなと。ここはもう年上ですし、素直に甘えられたらちょっと可愛く見えてきますよね。なるほど。お兄ちゃん気質だからかな。妹いるって言ってたし。非語欲をかきたてられるって感じかな。そんな感じですね。いいじゃないか。確かに進展だ。この調子で残り3日、頑張ってね。はい。お兄ちゃんパワーでいっぱい甘やかしてあげたらいいよ。頑張ります。なんなら甘やかしてもらってもいいし。それはないですね。ないの？あいつにそういう包容力はなさそう。わかんないよ。わかんないよ。ないない。まあいいか。今日はこのくらいでフラグ立ったね。はい。おやすみ。おやすみなさい。夜更かししてもいいか。ちょ。はい。それはどういうこと？夜更かししてもいい。台本読んでもいいって意味なのかな？ごめんなさい。私、ちょっとエッチな方を考えてしまった。ね、もっとラブラブしていいよ、夜に、みたいな。じゃあ、デイ5、7時5分から。ここ、5日も、5日っていうか、5回見れるよ。絶対ここで、もっと何かが進展するんじゃない？ちょ、レンのね、心情がよくわからん、消えてる。よし、テキスト背景復活しました。スースー。うわぁ、おはようございます。おはよう。どうした？早いな。いや、別に、たまたま目が覚めただけ。あ、そう。俺の顔になんかついてる。ずっと見てたの？え？目やに。顔を洗ってくる。はい。え？はぁ、くそ、きつい。きついってさ、なんか結構初めから言ってたじゃん、レン。あの、男同士できついってわけじゃなくて、ヒビアのことが何かしらでずっと前から好きで、それできついって言ってるみたいな。その説めちゃくちゃあるな。おぉ、見ろよ、いい天気だぞ、レン。すね。台風、ってやつだな。雲一つない。なんか気持ちいいよな。天気が良くても悪くても俺ら引きこもり生活だから変わらんでしょ。昨日天気で体調を崩してたやつが何言ってんだ。う、今日は大丈夫なのか？食欲は？大丈夫だよ。食欲もある。よし、じゃあ飯作るか。何食いたい？別に日比谷さんが食べたいのでいい。お前の偏食に合わせてやるって言ってんだよ。じゃあ、和食で。和食か。ご飯と味噌汁？うん。朝だから軽いのがいい。卵焼きとか。いいね。了解。日比谷の卵焼き。あ、これででも終わりなんだ。はいはい。ここは短かった。あ、でも、7時5分からの30分。ここで朝食タイムかな。日比谷の卵焼きはうまそうだな、めちゃくちゃ。しかも好きな人の卵焼きでしょ？もう勝手に好きな人って言ってるけど。美味しいか？うん。卵焼き。甘いのでよかった。甘いの、私甘いの好き。当然。だよな。やっぱり、俺のもやるよ。あれ、レンは甘党だったよね、確か。え？え？何？あ！何？ちょっと、そんな嫌な顔してるくせに、本当は嬉しいんでしょ、俺。あ、間違った。また間違った。ここだ。はい。いや、可愛いな。でも、ちょっと、だいぶ嫌がってるように見えるな。ほれ。これは、ん？今日の恋人らしいことノルマにカウントされるのか？どういう？
あーって感じのやつやる？俺はそれでもいいけど。いや、待て待て、なんでもない。さらに置いてくれたらいいから。あ、照れた。なんだよ、恋人なんだからこれはぜひやるべきだろう。ほら、あーん。え、やるの？やったの？お、食べた食べた、やったんかい！もっと食うか？いいね。もういい。そうかそうか、もっと食え。いいっつってんだろう。遠慮せず。面白がってやがんな。え、かわいい。ああ、かわいい。ああ、めちゃくちゃにかわいいんだけど、マジで。アーンが見れた。なるほどね。今回はアーンね。ちょっと、だんだんレベルアップしてってない？まあ、アーンは結構レベル低いか、まだ。イチャイチャ行動にしては。はあ、しかしいい天気だな。そうですね。外に出たい。え、ん？帰りたいんですか？ああ！ちょっと不安がってる！え、いや、ジョギングしたいなって、ずっと家にいて体がなまっててさ。そうですか。ん？どうした？寂しいのか？違う、やめろ、撫でるな。照れるなって。そうだ、筋トレでもするか？え、マジ一気にレンが今回で可愛く見える。筋トレ？え、家の中でもできるだろ？少しは運動しないとな。運動とか嫌いなんでいいです。そっか、じゃあ一人でやるわ。よかったら応援したり、邪魔したりしますよ。応援はいいけど邪魔はいらんかな？せんでいい。いいね、仲、めちゃめちゃ仲いいじゃんね、これ。はたから見たらめっちゃ仲いい二人だよ。役者ってやっぱ体作りやってんすか？そりゃそうだろ。体が資本だし。俺もいつもは筋トレとかの運動くらいは毎日やってるよ。この実験のうちは遠慮してやってなかったけど。あんま筋肉ついてなさそうっすけどね。確かにそんな筋肉質には見えないね。あっはっはっは。誰がガリガリだと？言ってない。ふざけんなよ。そういうお前はなんで運動嫌いのくせに背が高いんだよ。運動は関係なくない？俺は毎日サッカーやってたのに伸びなかった。ヘディングがダメだったのか？知りませんよ。っていうか別に日比谷さん背低くないじゃないですか。何センチぐらい？180は欲しかったんだよ。たっけえね。贅沢ですよ。まあ俺は180超えてますけどね。ねえ、180超えなんだ。たっけえ。ドヤ顔で腹立つ。ほんとなんでお前見た目がいいのかわかんなくて腹立つな。甘いもん好きのくせに太ってもないし。は？腹も硬い。調査はな、やばい。あんまり近くに行くとレンが照れちゃう。おお、おほほほ。なるほど、なるほど、なるほど。いいね、いいね。いいよ。もっともっといいよ。行っちゃって。もっと行こう。もっと行っちゃえ。何もしないでこんな体型ならんだろ。何やってんだよ、普段。別に運動は嫌いだけど、昔から体弱かったんで、水泳とかジムとか行っててめっちゃちゃんとしてる。くそ、やっぱジムか。行く金ねえんだよな。いいな。そうね、ジムってね、かかるもんね、お金。日比谷さん、くすぐったいから。でもちょ、一緒にジム通いとか楽しそうじゃない？ああ、悪い悪い。セクハラですよ、まったく。え、そうなの？当たり前でしょうが、恋人同士だとしても許可なく体を触るのは良くないですよ。そっか、そうだよな。頭撫でたりもダメだよな。ごめん、訴えないでください。いや、レンね、内心は嬉しいんだけど、気持ちを抑えられそうになくなるんじゃないかな、このままだと。いや、そこまではしないけど。代わりに俺のことも好きに触っていいから、それでおあいこにしようぜ。は？いや、いいです。いいんかい、触っちゃえ。まあまあ、遠慮しないで。してない、結構です。なんだよ、好きにしていいって言ってんのに。勘弁して、本当に勘弁してください。泣くほど嫌か？なんかごめんな。はぁ、あ、はぁはぁ。いや、確実にこれはさ、レン、好きだよね、もう。日比谷のこと。日比谷は天然だし、まだ鈍そうだし、全然気づいてなさそうだけど。ごちそうさま。ん、おそ松さま。風呂を入れてきます。ああ、頼む。はい。あいつ、さっきから元気がないような。まだ体調悪いのか？飯はちゃんと食ってるから食欲はあるみたいだが。ま、食欲あんなら大丈夫だろう。さっき、触れ合いしたからかな。お腹触られたりして、ちょっとドギマギしてみたいな。日比谷さん、風呂入れてきました。おー、ありがとう。今日は先入れよ。はい。
キビアさん。ん？一緒入る？その、あ！抱きしめていいですか？なになになに？え？ああ、いつものノルマか。いいぞ、ほら。いや、後ろから。え？後ろ？いいけど、なんで？やっぱり、せっかくだから触っておきたいと思って。ん？ん？触っていいって言っただろ？昼に。ああ、そういえばそんなことも言ったか。別にいいけど、どうしたってそんな神妙な顔してんの。もう！レーン！もういいよいいよ、どんどん行っちゃおう。うるさい。いいから後ろ向いて。はいはい。え、ちょっと！ちょっと、ちょっと、ちょっと、いいの？いいの、いいの、いいの？あ、間違った。もう、間違った。クローズ、クローズ。うわぁ！え、触ってるよ？やり返してる！さっきやってかったことをやり返してる！うわぁ！まだね、日々は普通に面白がってるけど、なんでそんな顔してるんだろう。ドキドキしてるから？ブー、レン、くすぐったい。触り方はもうちょっと。日々はさん。なに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 ？あ、もう、ちょっと、感情が抑えきられてない。日々はさん、日々はさん。ん？どうした？好きです。あ！ありがとう。もうやばい。胸のキュンがえぐい。違う。ん？どうしたの急に。情緒不安定。日々はもうびっくり。もう好きです言った瞬間に違うって怖い怖い。違います。口が滑ったじゃなくて、なんでもないですから。可愛い。赤くなってる。うん。風呂入る。おどういうこと？まあそうね、日比谷目線からしたらどういうことよね。ちょっと、もう旗から見たらもう胸のキュンキュンがやばいんですけど、日比谷さん、レンさん、うわー、今回マジでやべえな。超進展してる本当に。風呂どうぞ。ああ、うん。じゃ気まずいよね、さっきのあれあったから。何ですか？いや、別に。はぁ、あ。うわぁ、レンの心情が気になる、これ。レンサイドみたいな。ん？レン、もう寝てんのか？寝てるな。俺もさっさと寝るか。いや、まだ寝てないでしょ、レンは。あと二日か。あと二日で、日比谷もレンに恋愛感情抱くのかな？日比谷さん。あ、寝ちゃったよ。あと二日。あと二日。あと。はぁ、あ。もう、ダメかもしれない。以降、翌日朝まで会話はなし。5日目の映像記録は以上。就寝前に被験者に。うわぁ、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。インタビュー A 見るが。このインタビュー B とかでさ、多分、レンがめっちゃ、日比谷のこと好きなのが分かったりするんじゃないかな。だとしたら、私の心臓は確実にえぐられます。9月8日金曜日。やあ、どんな調子？いやあ、なんかよく分かりません。分からない？なんか、告白されたような。好きですって言ってましたよね。言ってたね。でもすぐ違うって言ってたし。言ってたね。どういうことなんでしょう？日比谷くんはどう思う？絶対知ってるよね、これ。こっちの実験者側は。わかりません。わからないか。少なくとも悪意はないでしょうが。なんというか、どうして急にこんな感じになったのかよくわからなくて。そうよね。不思議というか。日比谷くんは嫌かな？嫌ではないですが、実験に積極的な方が俺はありがたいですし、嫌ではないと。ちょっと戸惑いましたけど。でも俺よりもあいつの方がうろたえてたような。そうだね。どうしたんですかね？心配いいかい？少し。そうかい。なら優しくしてやってくれ。実験ももう残り2日だしね。5日も順調に進んでるのはありがたいよ。はい。まあ最初はね、結構お互いバチバチしてたもんね。それじゃあおやすみ。はい、おやすみなさい。はい、ということで、じゃあ今回も2日見ていったんで終わろうと思います。次でね、終われるかな、6、7。いや、すっごい気になる。レンが急に出れて、レンの心情がめちゃくちゃ見たい。